はい、酒好き直りの飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、朝日の、クリーミープレミアムです。グラス注ぎ専用と書いてありますね。何が専用って感じですけど。ね。グラスに注ぎ、クリーミーな泡と香りを楽しむ。アルコール度数6%。麦芽100%の生ビールですね。だから値段200円ぐらいじゃないですかね。厳選素材、麦芽100%、ドイツ産麦芽一部使用、ドイツ産テートナンガーホップを使用。醸造法、厳選酵母による醸造、クリーミードラフト製法、やや高めのアルコール度数6%。原材料と製法にこだわることで、クリーミーな泡と華やかな香りを楽しみいただける、グラス専用のビールが誕生しました。どこで買ったんだっけな、これな。記憶にないんだけど。ほとんど。どれ？美味しい。クリーミー。わざわざクリーミーっていうふうなことを別に言うまでもなく、普通のクリーミーさですよ。別に。そこまで他のビールと変わらん気がするけど。乾杯。クリーミーさ、そこまで変わんないですよ。ちょっとつまみ、じゃがポテト、塩味、なんかじゃがポックルっぽいですね。じゃがポックルってあれだっけ？レアなやつ。あ、なんか2袋入ってる？ないの？あ、これ袋に入ってるんだ。品質保持のため袋に入ってるよ。好みでカップに移して食べてるんだって。珍しい。硬い。いただきます。あ、おいしい。なんか、なんだっけ、前食ったあれに似てるな。やはり、マックは100%ビール。らしい。味わいですね。ちょっと酸味がきついかな。若干ちょっと。残る感じだね、酸味が。
別に華やかな香り。わかんないわ。全然わかんない。もうこれといった特徴、個人的にないですね、これは。はっきり言って。泡もクリーミーというほどクリーミーでもないし。もっとさ、クリーミーさを売りにするんだったら、ギネスぐらいのクリーミーさにしろよって思うけどね。だから、こだわるんだったらとことんこだわないと、ギネスみたいになんとかボール入ってるとか、そんぐらいこだわらないと、こんなのただのビールですよ。うん。何がグラス注ぎ専用だよ。アホか。確か言えんね。うん。クリーミーな泡を、ね。まあ、グラス注ぎってことは、うん。クリーミーな泡を売りにしてるのに、別に大してクリーミーじゃねえじゃんって。これなんか容器がでかいだけでなんか、全然少ないんだけど。これなんか無駄に容器がでかいな、このジャガーポテト。うわ、原産国中国じゃん。株式会社ハッピーポケット。聞いたことねえ。どれで激安価格で売ってたわけだ。まあ、激安ってほど激安でもねえんだけど。あ、でも美味しいよ。うん。つまみにはいい。うん。やっぱりギネスぐらいのこだわりを見せてくれないと、これは。全然ですね。はっきり言って。泡はクリーミーかもしれないけど、まあ普通ぐらい。クリーミーを売りにしてる。アサヒクリーミープレミアムっていうぐらいだから。まあ、クリーミーなのは分かったとして、別に味はクリーミーじゃないな、という感じはしますね。味は、このまろやかさがない、割とどぎつい感じの、割と酸味がどぎつい。どぎついってことどぎつくないけど、ちょっときついかな。うん。苦味はそれなりにありますね。うん。ただそれよりか酸味の方がかなりきてる。まあ、うん。ちょっとこれは、まあ一応生ビールですからね。生ビールだからまあまずくはないんだけどさ。こんだけ大々的にさ、売り出してるくせに、なんか、ね、対して、誇大広告じゃねえっていう。誇張表現しすぎじゃねえって感じはしますけどね。まあそうでもしないと結局売れないんでしょうけど、ただ売るためだけにね、無駄な宣伝はしない方がいいんじゃないか。逆に反感を買うことに、うん、だってさ、ね、うまいですよみたいなさ、確かに載せられるかもしれないけど、
まあ人間的な意味でね。やっぱり、みんなうまいって言ってればうまいって言うかもしんないけど。ね。で、その企業自体がそういい、ね、の使ってますよ、みたいな。こと言われたら、まあ、乗せられちゃうかもしんないけど、俺は乗せられないですね。基本的に。こんな誇張しても無駄です。むしろ、こう、グラス注ぎ専用とかって書いてあると、んーってこう、まず勘ぐるね。んで、こう、ほんとかっていう風にちょっと厳しめの目で見る対象になるから。俺の場合はね。うん。だから、下手にね、本当にプレミアムとかをね、軽々しく使わないでもらいたいね。こういう。プレミアムって、普通に考えてプレミアムビールだけにしろよって。せめてエビスクラスのさ、あれになってから使えよって思うけどね。エビスとか、まあ、あのプレミアムモルツ的なね。せめてそれぐらいのやつで使おうぜって。ちょっとこれはダメダメですね。個人的に。うん。まあ、そうですね。これはちょっとあれだな。微妙だな。ちょっと酸味がきつい。ここで、三つ星。これほんと酸味きついわ。ほんとに。これは酸味がきつい。もうあれだな。これ多分リトマス紙につけたら、あれだと、赤くなるね、これ。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。三つ星です。